8イコール4点ほんま教えてタンタン。これなんか一気に来たんやけど、こういうことかな。まず半径1の円を考えて、こいつの周りを正方形で囲ってやんねんな。それでこの正方形の一辺の長さ、半径が1の円やから1、1ってなって2ってなるのがわかると。この正方形に注目して、この角を円につくように折ってあげんねんな。こうやってそのまま角を円につける感じ。そしたらどういう形になるかなって言ったら、こういう風になるのは分かるよね。でこれもともとここの長さ2やから、四角形の周は2222で8やったんやけど、これ折り曲げてるだけやから、ここの長さがここに来て、ここの長さがここに来てるだけやから、折っても8のままよね。もう一回また角ができたから、この角を次また円周にするように折ると。さっきも言ったけど、これは折り曲げて作ってるから、こんな感じになったとしても周の長さは8って分かんねえな。これを何回も何回も繰り返していくと円周にだるくない？この図だけでも円周に近づいてるのは分かると思うけど、この赤で書いたやつが円周になると、つまり円周っていうのは 2πr で求めれるよね。で今回 r っていうのは1やから 2π なんよね。この 2π っていうのと一番最初の四角形をこうやって折っていったから8っていうのが同じになると。っていうことは π イコール2で割ると4っていう風に導け出せるよっていうことや。これを見ると見ちゃうかもやけど、もちろん π は4ではない。ってことはさっきの証明はどこが間違ってるってこと。どこが間違ってるかみんなコメントでいっぱい議論してみてください。解説動画はまた撮ります。いつもリクエストありがたんつん。